コンポポー、わたげです。突然ですが、コフゲ島を更地にしたので島を新しく作っていくことになりました。島のテーマは自然多めの可愛い島です。お花をたくさん植えたり、明るい色の家具を使って絵本のような雰囲気の島くりをしていきたいなと思っています。今回の島くりは島の入り口部分になります。この島は飛行場から案内所までが近い地形になっているので、同じような地形で困っている方がいれば参考にしてください。まずは案内所の前に生け垣を立てていきます。両端は通り道になるので今すぐ開けます。続いて石垣の前に縦板の柵を立てていきます。今回は赤と白を基調とした島くりをするので、柵の色はホワイトにリメイクしました。柵が立て終わったので、中央にリンゴの木を3つ植えていきます。で道を敷いていきます。今回は自然多めの島ということで、獣道の前手座をお借りしました。以前は町を作っていたので、いろんな前手座を組み合わせて島くりをしていたんですけど、新しいモフゲ島は島くりの道なども使って、なるべくマイデザを使わない島作りができたらいいなと思っています。今まで飛行場前や案内所前は噴水を使って島くりをすることが多かったんですけど、今回は噴水を使わずに作りたいと思ったので、案内所を少し隠す感じで中央にバス停みたいな待合所的な場所を作っていきます。獣道は敷くのが難しくて、最初は全然うまく敷けませんでした。何度も使っているうちに敷けるようになったので、うまく敷けないという方は諦めずに練習してみてください。こんな感じで道を敷けたので、バス停を作っていきます。中央に西部の街並みを置いて、隣に自販機を置きます。左側の木の隙間にハリボテの石垣と草を置きます。可愛い雰囲気にしたいので、その手前にキノコのスツールとアヒルのおもちゃを飾ります。プラスチックのベンチと素朴な木製看板を置いたら、バス停の完成です。バス停はレトロな停留所でも良かったんですけど、柵の色と合わせたかったので西部の街並みを使いました。続いて左右のスペースに木を植えていきます。赤色の家具を使っているので、リンゴの木も植えて色のバランスを取ります。次は左手前のスペースに池を作っていきます。池じゃなくて駐輪場とかでもいいかなと思ったので、日が変わったら作り直すかもしれません。河川工事が苦手なので時間がかかっています。
ういえば TikTok のフォロワー数が1000人を超えたので、これからは TikTok でも生放送をする予定です。概要欄にリンクを貼っておくので、まだフォローしていない方はフォローしてくれると嬉しいです。池が作り終わったので、池の周りに家具を飾っていきます。手前には素朴な木製の柵を立てて花を植えます。中央手前も同じように柵を立ててお花を植えます。島にお花がなかったので、実況者仲間のジョアさんに分けてもらいました。花壇と風力発電機を置きます。あとはリンゴを落としたり植物を植えてバランスを見ながら調整します。池のバランスが気になったので少し作り直します。位置をずらしたら完成です。こんな感じで今回は飛行場前の島クリエイトでした。飛行場と案内所の距離が近いと作れるものが限られてしまうんですけど、狭さを生かした島クリエイトができたかなと思います。よかったら参考にしてください。この動画が少しでも楽しめたなと思ったら、高評価やチャンネル登録、コメントをしていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。